はい、今日はちょっとコスプレとかね、この時期についてちょっと語っちゃおうかなみたいな思っております。で、今日はとりあえずというか、今日私ちょっと海賊、女海賊的な格好をさせてもらってるんだけど、ちょっとね、最近ね、調べてもらったんですよ。あの、なんだ、コスプレのランキングみたいな。何のコスプレ？海賊です。ちょっと、帽子とかもね、ちゃんと、やって。お、声いい感じ。ありがとう。大丈夫みたいだよ。うん。そう。今日は女海賊でございます。ちょっと黒髪にしたんですよ。しかも、まあ、先週ぐらいなんだけどね。そう、そういうのもあって、ちょっと海賊とかもいいなみたいな。で、ちょっと冒険をしてみました。はい。で、ネックレスとかもちょっとね、雲とかのネックレス見えないね。ちょっと後で写真アップするね。うん、なんです。はい。そして、そう、あのコスプレの順位をね、ちょっとね、調べて見たんで、ちょっと発表したいかなみたいな。え、みんなコスプレとかすんのかな、今年。どうなんだろう。見てる方ね、コスプレする方とかいたら、こういうコスプレするよとか、まあ、しなくてもこういうのしてみたいなとかあればね、コメントをいただければと思います。そして順位なんですけどね、これどっちからいこうかな。5位、5個ちょっとね、やったんだけど、5位からやっていこうかな。ちょっと愛の手もよろしくな感じだけど、ちょっとね、貞治ちゃんも今日いるのでそうね、はい、はい、ごめんなさい、ちょっとバタバタしてます。はい、すいません、ちょっといろいろとね、ちょっと裏がバタバタしてたけどお、ピピちゃんしたいけどしない。え、なんで？ピピちゃんとか似合うんじゃないの？似合いそうなイメージ、勝手な。なんか可愛い系とかやってほしい、ピピちゃん。そんな感じがする。さあ、そうで、5位からちょっと発表するします。5位がね、お笑い系らしいんだよね。あの、なん、お笑い系、お笑い系、お笑い系はですね、要は、うん、そのやるものが何かキャラクターから持ってくるんじゃなくて、うん、自分独自で考えて、物とかなおかつ、あの怖い方じゃなくて、うん、笑っちゃう方、うん、今ほど動物のとか、お、例えばライオンとかですね、ワニとか。あ、それがちょっと面白おかしくの、そう、そういう表情になってる、うん、コスプレ。ちょっとハロウィン着ぐるみとかってことかな。そうですね、着ぐるみのが、そうですね、近いですね、日本でいうところ、うん、なるほど。まあ、あったかいよね、着ぐるみとかちょっと寒いじゃん最近。だからちょっといいんじゃないかなと思います、着ぐるみとか、ね、できれば着ぐるみ着たいもん。着ぐるみはね、初版の事情によりちょっとね、そう、今年は見なかったんで、今年はちょっと番組の関係上ダメと言われたので、うこういう感じでちょっとちゃんとしたね、コスプレあの、そうそうそう、そういう系になりましたとさ、はい、裏事情言っちゃうからね、そういうのもね。さあ、次4位がね、キャラクターらしいのね。キャラクターって言っても結構いろいろあるからね。うん、いろいろお国ごとに違うんですよね。例えばアメリカだと、うん、絶対にあのスーパーマンとかスパイダーマンとか、スパイダーマンとかシュッチューズシュッ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 っていうやつね。あとなんかスポンジボブとかさ、え、はいのね、そういうのあんの？あ、そういうのがキャラクター、完全にキャラクターじゃないあれだよね、この前ちょっと私これ買いに行った時に、見に行った時に見つけたのが、え、これ言っていいのかな、マリオとか、うん、そう、観光地屋さんそう、マリオとかルイージとかもあって、うん、それもやりたいなと思ってしまったのだけど、まあそれもダメなのかなと思い、まあね、ってなんだキャラクターも多いですよ、うん、うん、日本は特にね、アニメ系がありますからね、なんつったセーラームーンとかあるよね、そう、ハロウィン関係ないじゃん、ハロウィン関係ないんじゃないかって思うけど、まあ、うん、仮装だからいいっていう、そうね、うん、そうセーラームーンとかもね、ちょっと可愛いよね、あのツインテールみたいな感じ、そう
ツインテールとかやりたいけど、多分私似合わないんじゃないかなと思って、で上司構成とかもねやりたかったんだけども、でもちょっとねいろいろ考えた結果これになった。今日はだから、そうなんです。そう他にもね結構いろいろあるもんね、キャラクター。あれ、あの某夢の国のあのあれお姫様系もキャラクターに入るのかな。そうです、そこら辺が入ってくるんです多分、うん、結構多いよねそう考えたら。いいんですよ別に白雪姫とか。えいいのそれ、あり着ててもいいのかな、そういうのわかんないけど。アンデルセンドア、あ、元は、あ、そういうことか。そういうことか。人魚姫もそうなんだ。シンデレラとかもそうなの。知らなかったダメだと思ってたそう、もう本当幅が広いと思う、キャラクター。そして次いっちゃおうかな。3位がね、ゾンビ。やっぱ安定のゾンビだよね、まあ、一番多いんですよね、うん、あのブラッティ系、流血してるとか血がついてるとか、結構顔とかすごくない、ここ最近今年のメイクがすごい、傷口がこう露骨にリアルな、リアルな、そうちょっとやりたいんだよね、そういうのも。来週とかやっていいのかなちょっとリアルにこの辺とかなんかね、傷口みたいなとか、なんか首とか操る人多くない、首縫い目みたいなとかやってる、探検したいみたいな。そうあれも多分ゲームのキャラクターなんでしょ、きっと。え、嘘、違うでしょ。違うんですか。なんかああいうのって意外とうん、ゲームのキャラクターから来てるのかな。どうなんだろう、ゲーム系多いのかな。あ、バイオハザードとか、うん、そういうやつ。あ、それゲームか、うん、あの時、まあ映画にもなってるんだけど、うん、なんか映画のイメージが強いかも、ゾンビとかってなると。でもやりたいね、そういうのも。あの大丈夫、いいかどうか聞かないと分かんないけど本当にあのライブとかは、ね、やってらっしゃいますからね、ハロウィンの、うん、仮装してくると声援引きとかあー、なんかいろいろあるよね今、まあ、多分今週末から来週にかけてはそういうイベントも多いんじゃないですかね、ライブハウスさんはきっと、うんうん、クラブイベントとかなんか毎年結構やってる気がする、うん、渋谷とか多いかな。渋谷は絶対、うん、ウォーキングがあるから。確かに去年とかめっちゃすごかったよね。でもあれですよ、ちゃんとゴミとか拾ってくださいね皆さんね、めっちゃ汚いから本当に散らかってたら。でもあとね、後片付け大変なので、その辺もねしっかりねしましょうってことで、それをちょっと言いたかった今日ちょっとね冷静になって言っちゃうんで、ってことで一回 CM 入ります。はい、ってことで CM 入りましたけども、ちょっとね頭取っていいかなちょっとね、あのすごいねずれてくるんだよねこれ、ここ置いとくから大丈夫。まあいいや。そう、銀さんとかコスプレするのかな銀さんさっきカラオケからってたから、カラオケ行ってんじゃないですかあの人。あ、そういうこと。あ、カラオケからだと多分声とか聞こえないよね。あ、まあ、楽しんでるからしょうがないか。楽しんでください、カラオケ楽しいからね、歌うのも聞くのも。いやー、そうね、コスプレだよ。そうですよ、ちょっと一周早いですけどね。うん、トリックはトリートですよ。まあ、来週はオープニングでそれを言うつもり、はい、忘れてなければ。あ、来週は間違いなく言いますね。うん、挨拶。今年はね、普段の日なんだよね、ハロウィンがドンピで月曜日でしょ。え、そうなの、うん、そうなんだ。月曜日でしょ、火曜じゃないですか、ね、分かんない。カレンダーで気に入ると、どうなんだ。そう、カレンダーが31日ですから月曜日なんですよ、うん、日本時間で行くと。はい、
アトラクトチャンネルでございます。東京の押上のワロップ放送局より生配信中でございます。さて今日はちょっと帽子取っちゃったんだけど、コスプレのね企画というかなんというかってやっております。で、さっきからっていうかそう、あのコスプレのランキングを発表しておりまして、はい、まあ改めて言うと5位がお笑い系で、はい、4位がキャラクター、はい、で3位がゾンビで、そこまでは話したんですが、あと2位と1位ですね。さあ2位がね、あのこれなんで言えばいいんだろう、悪魔系ヴィランズ、うん、そう、悪魔系って言ったんです、悪魔系、悪魔っていうか悪役、そう、怖い感じの悪魔系、うん、らしいですよ。ただその、うん、なんつうの、こう傷とかもそうだし、うん、なんかこうどっちかっていうとブラックな感じが強い、うん、本当にフードかぶるだけで仮装ってしちゃってるのもあるぐらいだから、黒のマントで、そうそうそう、マントを頭からパコッとかぶって、うん、確かにそれだけでいけるもんね。どっかの映画のディメンダーみたいな感じだった、あのお化けの、そういうタイプだから、結構アトラクションからも来てるし、うん、映画からも来てるんだよね、そこで、うんうんうん、そっか、楽じゃないそれてか普段から来ててもおかしくないよね、そういうの、うん、なんか意外と防犯上ギリギリになってしまうのが多い、そのまま入っちゃ困りますよっていう、顔を黒く塗って黒くまで塗る、うん、あれ黒く塗ると、ね、防犯カメラに顔映んなくなっちゃう。え、そう、だからああいうのはね、あの銀行とかのフルフェイスとしてでね、ダメですよっていう風に言われて、それ言ってよかったのかないや、それあるんですよ、ルールでちゃんと。知らなかった。コスプレも行き過ぎると、うん、レストランとか断られちゃいますよ、まあ、だそうですよ、皆さんちょっと気をつけてね、露出があるとか。え、これアウト肩出すぐらいは大丈夫ですよ、ほら水着とかさ、あるじゃないですか、たまに、うんうん、これはギリセーフかな。え、結構ね、自分の中で結構露出度高めなんだよね今日あんまここまでしないからあのカメラの映像的にはそんなに感じないですよ。そうだね、はい、なんか普通になんかあれでね、なんだっけ、ショルダーワンショルダー、ん、違うな、まあそんな感じの服っぽいかな、頭かぶってないから、そう撮っちゃったからね今。そうなんです、今日は海賊ですよ、女海賊です、海賊ですよね、海賊、そう、ちょっとセクシーなかっこいい女海賊になりたい、そうっていうことで、まあね、脱線したけども、次がそうだよね、1位が、そう、小悪魔系でございます。安定だよねもうこれは、角だけでいいっていうルールになってるからね。でも尻尾ついてたら可愛くない？尻尾ついてるんですか、ね、うん、矢印の尻尾、うん、ツンみたいな、はいはいはい、小悪魔系ありますね、そういえば、そういうでしょ、可愛くない？衣装では見たことないんですよ、ああいうの可愛いなと思って、うん、どっちかって本当コスプレイヤーの方はそういうのを見かけたことがある。ハロウィンで尻尾ってあったから、だからハロウィン関係なくちっちゃい頃なんかそういうの着てた気がするんだよね、なんか親が作ってくれて、なんかあれしょ、バイキンマンみたいな感じでしょ。あ、そう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 、そういうのはかなりちっちゃい頃ねに作ってくれて、そう、そういうの着てましたよ、着ぐるみみたいな感じで。そう、でも可愛いよね、女の子がさ、小悪魔みたいなやってたら、こういう角つけてとか可愛くない？まあ、でも最近なんかほらコスプレ流行ってるから、うん、結構その本格的にやってる人って多いじゃないですか、そういう感じ、うん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 、すごいもんね、作り方が、うん、感心しちゃうんだけどさ、うん、すごいお金かかってんだろうなって本当に思ってた、うん、お、コメント来たので読みます。タッキーさん、あ、トラクトチャンネル違うね、ね、またびっくりマークびっくりマーク違うとこ入ってるからね。そしてタッキーさんがね、ユーリさんはあくまでなくデビルっぽい、悪魔っぽくないのか、いわゆる怖い方なんですかね、怖い方、怖悪魔がいいな
小悪魔がいいな私。ちょっと可愛い感じがいいけど、まあ、まあまあまあ綺麗っていうことかな。ありがとう。自分で。あとちょっと触れてくださいよ、その飾り付け今日頑張ったんですけど。あ、そう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 。見てください。ちょっとあのみんなカメラ枠に入ってると思うんですけど。うん、ピカピカしてる、ね。どうですちょっと。こっちか。この辺ピカピカついてるし。あ、そうですね。ライトね。はい。そう、お化けなんだよね。それお化けいいですよね、お化け。そう、目ついてて分かりにくいかな。分かるかな。そう、なんかすごいもん、なんかポンポンとかもいっぱいあるのね。ポンポンとかって合ってんのか分かんないけど。そうそうそう。そうなんですよ。結構いろいろ飾りつけてくれてて、ちょっと可愛い。実はワルトさんの後ろの棚が黒なんで、うん、だからもう黒使わなくていいやって言ってオレンジばっかしなんですよ、基本的に。なるほどね。そうなんですよ。パンプキンとかね、これ食べれるのかな。どれ？これ食べれる系？あ、飾り？はい、飾りです。食べれるのとか言って、すぐ食べ物に行っちゃう。食べ物はね、うん、来週。お！だから、ちょっと今日買っちゃうと、ね、うん、保存上問題がある。あ、確かにね、危ないからね、腐っちゃうから。一応本番来週なんで、うん、来週はちょっと、空っぽの箱に入れるような感じにしようかな。おー、楽しみ。どうせコメントがね、また来てるから読みます。デビルですよね、デビルですよねって。私はデビルではないです、人間です。はい。ゆうりさんの頭の中も光ってる。光ってはいないけど、お花畑かもしれない。うん、ふわーんってやってるかも、常に多分。あ、でもちゃんと考えてるんでね、やることは。そして、貞治さんはコスしないの。貞治ね、あの映んないんだけど、来週ちょっとやってもらおうかな。なんか角をつけてもらったりとか。あ、でも貞治犬だからね。ね、なんか着ぐるみとか着たらもうそれになっちゃうから、着ぐるみかな来週。諸事情に出せないんで。あれだよ、顔をモザイクかけて写真撮ってアップすればいいんじゃない。それだったらありだと思う。そうです、多分考えてきます、はい、だってやり方考えてきます。ちょっとみんな期待してようね、はい、そこ。そうですね、はい、どういう犬になるのか。いやいやいや、犬かどうかは決まってないですよ、まだ。え、いや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 、犬が犬やっても面白くない、ね、あ、じゃあウォーリーかな。お、全身白だからスプレーでかぼちゃ。それ面白いね。それ面白いよ。期待する感じが違うけど、そうね。あ、でもかぼちゃ面白いかも、ポーンみたいな。あ、でもそういうあんのかな、コスプレ。作るしかないよね、ちょっと手作りとかになっちゃう。小さい子が着てるかぼちゃはあるんですね。うん、でっかいかぼちゃ多分日本のないんじゃないね。わざわざ縫うのもね。小さい子はこうやってね、丸いのこう。そう、かわいいじゃん。見かけるけど、うん、大きい人は見たことないな。結構生地もいると思うしね。で、あの、ボワンっていうのをどうするかみたいな、いろいろ考えないといけないじゃん。お、かぼちゃ衣装は売ってるかと思って。あ、そう、売ってるかも。ちょっと気になる。え、来週かぼちゃもいいな。大人のかぼちゃ衣装、ね、大人のかぼちゃ衣装。まあね、来週もコス…え、言っていいのこれ、はい、コスプレなんで。ハロウィンですよ。別にコスプレ特集じゃないですか、ね、コスプレ特集なんで。今週、来週はハロウィン特集です。で、来週のちょっと事情があって、今週ゆうりがね、先倒しで、はい、一人でちょっとね、やってみてコスプレのね、話をしようかと、ハロウィンの話をしようかと思って、そう、ポンって企画に入れてみましたが、みんな楽しんでもらえてるのかな、これ。どうなんだか分かんないけど。そしてロフトに行くとあるかと。お、確かにあそこ品揃え多いからね。うん。ってことで、またまた CM 入りますが、まだ続きますよ。はい、はい。まあ2週にわたってハロウィン企画ですね。うん、だね。お、先倒しではなく前倒しかと。前倒しです。失礼しました、はい、前倒しです。そうです、うん、ちょくちょく間違えるよね。倒してどうすんだですけどね。うん、
そう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 。そうなんですよね。コスプレですよ。CM も多いね。ごめんね。しょうがないんだ。番組上。番組ですよね。番組上しょうがないんだ。番組なんで。そのうちこの番組の CM もできるっていう噂がちらほら出てきてるから、楽しみにしておいてほしいかな、その辺も。そうですね。ちょっと一回その話なくしちゃったんで。ね。はい。まず見たいと思います。うん、いろいろとね。あるからね。あ、鼻がもぞもぞしてきた。あ、まあ、でも多分来週は皆さんもオスプレやるんでしょうから、参考にしていただくなり、ええ、うんうん、まあリクエストがあれば、まあ、そうだね。あ、それ聞きたい。まあどの程度対応できるか分かんないですけど、それ聞きたい。できる範囲であればの、まあ犬だからしゃあないか、まあ、しょうがない。うん、そこはそう、ワロップの CM なの。そうなんです。はい、アトラクトチャンネルでございます。そんなこんなでね、もうあっという間の終わりの時間がね来てしまうんですが、とりあえずね、あのまず言わないといけないことから言っていくので、アメブロですね。アメブロ出します。はい、はい、アトラクト -officialでございます。ちょくちょく最近また更新頑張ってますよ、私。そうですね、ゆいさんの方で今回の今週と来週の、うん、ハロウィンの写真は、うん、こっちでアップしてもらえればいいかな。そのさっき言った、ネックレスの件なんですけど、うん、なるほどね。そうですね、ご紹介できればなと思います。でサタハルの方はサタハルのツイッターで出しますんで、うん、まあどうなるんだろうね。、うん、はい、はい、そんな感じでございます。なのでチェックしてくださいね、皆さん。参考ってなんだろう。三高？参考？高いになってるね。はい、うん。終わり、そう終わっちゃうの早いんだこの番組。そのうち1時間枠とかね、ちょっとねみんなからね要望があればいけるかもしれないから。盛り上がっていきましょうね、皆さんで盛り上げてください。ちょっと来週の告知何を言えばいいの。来週えコスプレっていうだけじゃなく、もう一回ハロウィン、うん、そうハロウィンですよ。今日とは違う格好をしたいなと思うので、ちょっとねこれを着てよっていうのがあれば言ってもらえたらなと思います。まあ、私の中で小悪魔系がいいなと思ってるんですけどね、言っとくけど、猫ちゃんとかね、そうやりたいなと思っておりますが、まあこういうの見たいなとかあれば、全身タイツ嫌です。全身タイツは嫌です、本当に。それだけはちょっと恥ずかしい、女の子なんで。こう見えて。そうね、しかもオレンジ色。いや、うん、恥ずかしい恥ずかしい。それかぼちゃだよね。それはちょっと貞治のね、いい感じでやってもらえたらと思います。うん、なのでまあ来週もね、ハロウィン特集なので、まあ見てる方もねコスプレとかなんかやってもらえたらなと思います。はい、なのでまた来週も見てください。ということで良い週末を送ってね、みんな。ということでゆうりでした。バイバイ。